ローカル線。日本の美しい景色を走り抜けるどこか懐かしい列車。四季折々聞き込みだけで沿線の絶景、美食、いい宿、地元の人しか知らない名所を見つける旅。心のふるさとへ、さあ出発です。今回の旅の舞台は神奈川県伊豆箱根鉄道大雄山線。着いた。始発から終着まで20分ほどの短いローカル線です。沿線は春らんまん。最高じゃん。ポカポカ陽気を旅すると、うわ、出会ったのは安くてうまい海の幸。これで550円。あったかげ。地元で有名なデカ盛りグルメ。何この幸せ。幸せ出ました。ああ、いいですね。ああ、お湯が柔らかいですね。絶景アクティビティに大はしゃぎ。ちょい悪親父も肩なし。ありがとうございました。旅の頼りは地元の方の優しさ。お話ししていただいて。そうです。ありがとうございます。舘ひろし。舘ひろしです。あ、しもしも。可愛い。そうなっちゃうね、もう本当に。あ、さっきお世話になった。あ、下田パイセン。素敵な出会いがいっぱい。ありがとう。それでは参りましょう。出発ローカル線、聞き込み発見旅。ほら、美味しそう。美味しそうですね。食べよう。自家製の味噌床にじっくり漬け込んだ牛肉の鉄板焼き。わあ、結構熱いよ。これね。ほら、お肉、牛肉。ね、でも結構。いや、食べないんだよ。しっかりお味噌の味がついてて、めちゃくちゃ美味しい。地元で採れた季節の野菜は柚子胡椒をつけて。ほら。ね。すごいよね。ジューシーというか。甘みと。すごい。アスパラガスの香りがすごい。柚子の香りするじゃないですか。気持ちいいですよ。最高。やっぱり野菜いいですね。季節野菜。桜エビのハマグリ釜飯。力持ちですね。鶏五目です。鶏五目。パラン。五目釜飯。いいね。混ぜるですね。そう。ああ、いい色。ああ、いい色。うわ、光っているよ、ほら。美味しい。美味しそうだね。熱いよ。山菜ほぼいったじゃん今。ご飯が美味しい。香りが。本当。ご飯美味しいじゃん。美味しい。鶏のジュースの中に入ってるからこれを入ってるんですね。出汁が効いて。いいなこれ。地元産の鰹節で取った出汁で炊き上げているそうです。桜エビとハマグリの釜飯です。いきます。オープン。わあ、すごい。桜エビの量、ほら、美味しそうですね。いい香り、ハマグリの。わあ、すごいボリューム。桜エビこんな無駄に使って。ちゃんと下の方にも。その名の通り、この時期旬の桜エビ。じゃあちょっといただきます。ああ、目が合った桜エビと。ああ、いただきます。口に入れた瞬間、まず桜エビの香りが。すごい美味しい。ご飯がやっぱり。名所登録6つ目は、だしの効いた美味しい釜飯と鉄板焼きの三好屋。ごちそうさまでした。ありがとうございました。グレートグレートね。ね、美味しかった。釜飯美味しかったですね。ありがとうございます。やるね。赤旦那やるね。ありがとうございました。ごちそうさまでした。失礼します。いやー、美味しかった。でも気持ちいいです。ご飯食べてお風呂に入って寝る。ってな。こんな静かなところで寝るの気持ちいい。確かにそう。いつもうるさいからね。マイホームに着いた。ただいま。ただいま。あ、寝てた。早い。お疲れ様でした。お疲れ様でした。釜飯がめちゃくちゃ美味しかったです。あ、そうですか。はい。よかったですね。さすが教えていただいて。ありがとうございます。お役に立てて。いやいや、本当にありがとうございます。ちょっと。先輩と。スナック、隣のスナック。いいじゃない。二人でちょっとスナック。僕の一つ、ジローラムさん、一つ下じゃないですか。下ですね。私57です。虎年。虎ですか。虎。僕牛なので。牛。ええ。これはもう二人虎と牛で今夜じゃ朝まで。そうね。行っちゃいなさいスナック。同級生虎何月生まれですか。9月。そこ掘る。ああ、じゃあ学年一つ下ですね。学年一つ下ね。お二人なんだかすっかり意気投合。ありがとうございます。じゃあおやすみなさい。はい。おやすみなさい。ああ。いやいや今日は手すり眠れそうだ。ありがとう。いい旅だった。よし。伊豆箱根鉄道大遊山線の旅。初日は相模沼田駅まで進み、6つの名所を登録。明日も素敵な出会いに期待しましょう。おはようございます。早い言うのが。おはようございます。もう口笛で分かった。グモニ。お、今日も綺麗ですね。ありがとう。昨日言ってくれなかったけどありがとう。昨日ちょっと疲れてた。相当溜まってる疲れが。もしもし、おはようございます。はい。すいません。1万円おはようございます。了解してもらえませんか。ごめんなさい、1万円は10万円ぐらいだったら言われます。何の話ですか。もう何の話ですか。おはようございます。ちょっと見てください。今日ネクタイしちゃって昨日ポロシャツだったのに。ね、だんだんさすがにもうお二人の前でね普段着だとちょっと失礼かなと思いまして。いや昨日もね大丈夫だ全然バッチリです。じゃあお車で。はい。お願いします。すごく良かったです。ゆっくり休めます。いい宿でした。ありがとうございました。名所登録7つ目はジローラモファンのちょいバレ親父が営む岩下旅館。めちゃくちゃいい天気ほら。いきなり写真ですね。すみません。いきなり写真。ご主人が相模沼田の駅まで送ってくださいます。今回の旅のタイムリミットは夕方の4時。目標達成まではあと3つです。すごい、昨日よりいい天気じゃないですか。そうですね。ねえ。山綺麗ですね。あれ箱根の。そうですね。箱根の外輪山の明神ヶ岳っていう山。外輪山。寂しいですね。だんだん。別れる時間が雑誌の中のね人がいつも見てる雑誌の中の人とすごいね。いやこれでますますレオンが溜まっちゃいますね。おかげさまでありますね。でも本当に吉田さんやっぱりおしゃれやっぱり読んでるだけあってすごくおしゃれですよね。なんか身のこなしも品がありますね。そう品がありますよ。ありがとうございます。あ、着いた。相模沼田駅に到着です。ありがとうございます。徳様にもよろしくお伝えください。ありがとうございました。良いお年を。ありがとうございます。メリークリスマス。切符もう一回買わないで。今日も切符買って。そうですね。はい。すいません。一日の。フリー券ですね。はい、2つですね。2枚。2枚ください。1,080円になります。はい、これ返します。リサイクリング。返す人初めてだけど。そういう思い出とかないのかしらね。ありがとうございます。初めてだわ返す人見たの。よし。そしたらじゃあどこに？今はこっちは相模沼田。あ、そうかこっちだ。もう。次の駅って言います。次の駅行きましょうか。岩原。岩原。ね、よし、岩原行ってみよう。はい。残す駅は終着を含めて5つ。本日最初に向かうのはお隣の岩原駅。来た来た来た。みんなこれマイトレイン。マイトレイン、マイトレイン。あそこ開いてる。こっちですか？マイトレイン。マイトレイン。やったやった。美味しいですね。ああ、今日ものどかでいいですね。伊豆箱根鉄道の旅2日目スタートです。神奈川県を走る伊豆箱根鉄道大雄山線全12駅。路線距離 9.6 キロの短いローカル線です。旅の目的は地元の人への聞き込みで10の名所を発掘すること。早いですね。早い。ああ、ここですか。もうどうも。こんにちは、こんにちは。地元の方ですか。地元の方ですか。あ、そうなんですか。どちらに、今、なんか小田原行って、お食事して、おばさんと。あ、小田原行って、お食事して。大好き、いつも見てる。ありがとうございます。何食べたんですか。コーヒーと、パンだね。あ、じゃ、お茶しに行って、素敵に外食しに行ったんだ。何歳ですか。90歳。お家のお母さんもそうです。あら、お若い、90歳ですか。私も若いわよ。あら、70。あら、若いわ、お二人で。すごい。でも、この辺に何か面白いもの。この駅でね、ちょっとね、降りてね。神社って、大して神社行ってないから。この辺は。ないね、と。桜の時はね、あそこの神社は。何でもいいです。お店でもいいし。食べ物とか。なんか、はい、公園とか、何でも。まさよちゃん、これ当てた。ああ、当てない、ほら。まさよちゃん、当てた、これ。まさよちゃん。親切だな。誰もチェックしないのに。チェックしない、さすがですよね、やっぱり。何か甘いもの売ってる人いないですか。美味しいとか。そう。ケーキ屋さんとか。ケーキ屋さん、何でもある。何でもいいんです。あそこにストアがある。実はちょっとそこ曲がってそこに行けばセブンイレブン。セブンイレブン。あと6位がマックスバリューって。マックスバリューが最近できたばっかり。ああ、楽ちんですね。そうだね、嬉しいね、マックスバリューとか。そうか。ごめんね、役に立たない。いやいや、全然ありがとう。ちょっとじゃあ歩いてみましょうかね。でも割と今までに比べて人が多いかも。ちょっとね。聞き込みする人を探します。あ、畳って書いてある畳屋さんあるよ。どこですか。おお。ね。畳って書いてある。畳ってちょっと見てみます。うん。畳屋さんが気になった2人はちょっと寄り道。こんにちは。こんにちは。すいません。忙しいところ。すいません。こんにちは。ちょっとテレビ大丈夫ですか。あ、テレビ大丈夫。お兄さん畳作ってる。あ、初めて見る畳。なんで。いいですか。どうぞ。でも畳屋さん息子さんですか。すごいですね。何代目。4代目。すごい。お邪魔していいですか。ちょっと行ってみよう。ほら、見たかったの畳。びっくりした。わあ、すごい。これかっこいい畳屋だ。4代目ですかと言ったら100年前から。でも、いくつだろう、何年前か俺も定かじゃないですけど、でも、結構ロングロング。4代目、今いくつですか？40です。41出た、同じ年。イエーイ、同じ年。53年生まれ。同年。最高じゃん、4代目なんだね。しましま。うわー。びっくりした。今日はどういう。今日はこの路線旅みたいな。高見っていう看板見たからちょっと見たいと思って。職人大事なことじゃないですか。職人さん。でもちょい悪い職人だね。ちょい悪い職人ね。すごい。でも畳これ1枚作るのはどのぐらい時間かかる？1枚作るのに大体そんな2、30分しかかかんない。30分。やっぱみんな今全部機械なんで。あ、機械なんだ。機械でやっちゃうんで。でもまあ本当に手でこういうやつ使えばまあ1時間半、2時間。畳1個。全部手でやれば。手でやれば。ああ、すごい。こういうものなんていうんですか？これは畳ベリーです。ベリーね、これでしょ、この柄ってどのくらい何種類ぐらいあるんですか？めちゃくちゃある。なんかいつも思うんですよ、畳のこの柄可愛いなって思う時があるの。そうそうそう。もう本当に。あ、見本、あ、可愛い。めちゃくちゃ可愛い。ほら見て。これ可愛い。これ可愛い。これもう最近これ。これ最近。ああ、こんなん可愛いな。だからこういうのあるとさ、あ、畳の。なんかいいね。これどこで買えるの？これは注文を問屋さんで注文。可愛いこれ。これもっと畳の文化もっと見直された方がいいよね。これ写真撮ってもいいですか？写真撮ってこれを写真撮って。いやこれはジーンズの上につけたら超かっこいい。超あ、なるほどね、そういう発想もある。ジロールもこういうのもあるよ。さすがファッションモデル、発想が違いますね。あ、表も選べんだ。この辺近所で歩ける距離であります。なんかおすすめのここいいよっていう。歩ける距離で。歩ける距離で。歩ける距離だよね。歩ける距離か。グリル敏夫っていうね。グリル敏夫。超レトロな洋食屋さんがあって。美味しい。今日やってるかわかんないけど、すごく美味しいです。行くんですかよく？たまに家族で。何が美味しいんですか？そこの有名なのはカツカレー。ピラフだったり。うわうまそうカツカレー。あら、やだちょっとグリルよ塩出てきちゃった。よく言ってるんですか？うん、だからこうなっちゃった。ちょっとおやじ連れてくるよ。おやじ？お家で休憩中のお父さんが登場。よろしく。モラちゃんと急に来たのにね。ありがとうございます。に見せていただいてありがとうございます。本当に。芸能人なんてまず来ないからね。グリル。吉尾、ちょっと気になる、吉尾気になる、行ってみよう。吉尾、年男か、あ、吉尾は元彼だった、ごめん。そこ下ずっと下がって。どこどこ。あの道だ。さっき車もらったところ。その道を下に下った。ありがとう。本当に。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。お元気でいてください。本当に。ちょい悪同士で。ありがとうございました。失礼します。頑張ってね。ありがとう。いい人たち。ということで、グリル敏夫に向かいます。あれじゃない？とんかつ定食。とんかつ定食。あ、あった敏夫。でも店が渋いですね。わあ、なんかかっこいいね、レトロな。わあ、美味しそう。失礼します。すいません、こんにちは。すいません、こんにちは。今、カメラ来てるんですけど、撮影って可能ですか、お店の。我々ご飯食べながら大丈夫ですか。大丈夫です。あれは多分、あれが敏夫だよね。敏夫だよね、多分あれが敏夫。いいですね。オッケー。お店が綺麗です。すっごい綺麗、ピカピカです。行きましょうかね。お騒がせします。すいません。すいません。お願いします。すいません。いいですか。すいません、本当に急に押しかけて。カツカレー。みんな量多いです。確かにカツカレー量すごそう。カツカレー頼もうかな。どうしようかな。ハンバーグとか人気あります。ハンバーグ？じゃこのおすすめのとんかつバーグ定食ください。はい、お願いします。今から47年前にオープンしたグリル敏夫。創業当時から変わらない手作りの味が口コミで広がり、今では地元のみならず県外からのお客さんも訪れるそう。お待たせしました。とんかつバーグ定食。良さそうな。はい、はい、とんかつバーグ。うわー、すごい。とんかつとハンバーグのソース。あ、柔らかい。ほら、すぐ箸通る。昔ながらのなんて言うんだろう、懐かしい味がする。そして。こうカツカレーで。オーマイゴー。うわあ、すごい。すげえぞ。本当にオーマイゴーだね。岩原駅で下車した2人。畳屋さんおすすめの洋食店へ。こうカツカレーで。オーマイゴー。うわあ、すごい。すげえぞ。本当にオーマイゴーだね。あら、ちょっと嫌だ。大人気のカツカレーはお米 400g、 揚げたてサックサクのカツに3日間煮込んだ特製のカレーがたっぷり。あ、カツ。おお。何この幸せ。あ、幸せ出ました。幸せ出た。カレーの味に。サクサクの肉がすっごい美味しい。厨房には一人せっせと切り盛りする男性。この方が俊夫さんでしょうか。すごい美味しいです。そうですか。どうもありがとう。ちなみに俊夫さんですか。はい。俊夫さんですか。俊夫です。あと俊夫。はい。俊夫さんですか。俊夫さん、ご本人。はい、そうです。食べきれますか。いや、もうなんとかもう頑張ります。身に力を合わせて、めちゃくちゃ美味しいですね。ありがとうございます。大丈夫ですか、これお値段で。まあ、なんとか。なんとか。娘と2人だから。娘さんと2人、娘さんなんですね。こんなね、リーズナブルなボリュームないですよ。そうです。名所登録8つ目は47年続くデカ盛りカツカレーのグリル俊夫。すいません、ごちそうさまでした。ありがとうございました。すいません、お忙しい時に、ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。美味しかったね。いや、めちゃくちゃ美味しかった。でも、すごいですね。こっち見ると。並ぶ人たちもいるんです。本当だ、やっぱりランチ時は並ぶんだよ。でも、あれだけ美味しかったら、やっぱ来るよね。そうですね、話題になれば、そうです。そう。何時だ。岩原駅に戻ってきました。次はどうしようか。次。もう刻む。今岩原だから。一本ちょっとやめて、次に行きましょうか。和田河原。はい。多分近いかもしれないから。そうね。多分私たちの行った場所と間、だから次に行こうか。残す駅はたったの4つ。1つ飛ばして和田ヶ原駅へ向かうそうですが。大丈夫でしょうか。あ、来た。よし。はい。あ、結構混んでる。しばらく行くと。運が良ければこんなにはっきりと富士山を望むことができます。You're here to stay every night and day. 走ること5分、和田ヶ原駅に到着。着いた。よし。お、ちょっと大きい駅です。大きい大きい。オッケー。で今12時43分、まあ1時、まあ18:30ぐらいですかね。ね、18:30ぐらい、ね、ちょっとなーにとちょっと、うん、駅の前の広場みたいっぽい。本当だ。あ、なんか今までだから本当だ。ね、あ、なんかいいじゃん。コーヒーショップもあって。金太郎食堂。おお。コンビニストアもあって。コンビニあって。すごい渋いコーヒーショップ。こんにちは。ああ、どうもどうも。ああ、どうも。すごいやつ。どうも。こんにちは、こんにちは。どうも、こんにちは。どうもどうも。ちょっと今この駅のこの近辺で歩いていける距離で。ちょっと今おすすめなんかあります？この辺でおすすめ？琥珀堂さん。すぐ踏切渡って、すぐ見ましょう見ましょう。ところになんかいろいろアロマとかお線香とかあるみたいな。お線香もあるんだ。お土産とか買えます。お土産とかも買えます。イエーイ。行ってみよう。でもお線香とアロマってなかなか一緒に売ってる感じしないよね、イメージ的に。お店の中はすごい素敵ですよ。ちょっと行ってみようかな。見に行きましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。行ってきます。そのすぐ踏切の白い建物があるんですけど、やってますね。車止まってると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。わあ、こうなんか楽しみ。お土産なんか買いたいんだよね。そうですね。うん。すぐそばに。ほらなんかすごい素敵な。琥珀色の。そうね。ねえ。あれ。あ、社長すみません。あ、いい香り。番組で撮影してもいいですか。私たちずっと。着てて、旅をしてるんですけど。オッケー。綺麗ですね。すごい綺麗。すごいいい香りする。初めてこういうお店。店長さん。な、美しい店長さん。店長さん、よろしくお願いします。和田ヶ原駅で下車した2人はお線香やアロマを販売しているというおしゃれなお店へ。店内はな、美しい店長さん。店長さん、よろしくお願いします。お店まだこれ新しいですか？去年の4月にオープンした。4月に、その前は別にこういうなくて、建物もなくて、最初は皆さんこの地元の方なかなかこう入りづらいって言ってなかなか入ってきていただけないんですよ。で、去年の夏場なんかはちょっとお野菜ですとかそういったもの、あと果物なんかを外に置いてお客さんちょっと入りやすいように食べ物に引きつけて。この4月で1周年を迎える琥珀堂。アイディアあふれる女性店主は地元の年配の方が遠くまでお線香を買いに行っていることを知り、この地にオープンさせました。店内には仏前などに備えるお線香だけでなく、お香やアロマなど香りに関する商品が実に800種類も並びます。今見たらコーヒーの香り。あ、そうですそうです。りょうちゃんコーヒー好きじゃん。すごいね。コーヒー今日もお客様でちょうどさっきコーヒー亡くなったご両親がコーヒーが好きだったのでって言ってコーヒーの香りをお求めのお客様今朝ちょうどいらっしゃいましたけども。お線香ってそんななってるの？そうなんですよ。すごい。なんか探そう。いい香り。ユリバラ、スミレ。はい。これとじゃあこれちょっとこれもちょっとゴールド可愛い。お花の香りのお香とお香立てを購入。ちょっと柑橘系の爽やかな香りです。不思議、私柚子。あ、はい、ありがとうございます。じゃあこちらを。柚子の香りのアロマオイル。これ買います。こちらありがとうございます。香り付きのカードも購入。これ新しいです。新しいです。ずっとこの欠品していて入荷がずっと困難だったんですけど、やっと入ってきたんですよ。はい。ここいくら？25,000円。これはだって素敵だもの。綺麗です。迷った末にこちらもお買い上げ。何も買うつもりじゃなかったのにね。いろいろかまされて。いやいやいや、ジロちゃんがガンガン買ったでしょ、ジロちゃんが。一括払いでよろしいですか？10括払い。名所登録9つ目はこだわりの香りグッズがたくさん。琥珀堂。失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。わあ、最高。今は8、9。あと1個。あと1個。和田ヶ原駅に戻ってきました。次に向かうのは。大湯山行こう。大湯山行こう。お土産も買ってご機嫌な二人は終着。ゴール。お、やった。やったゴール。やりました。あ、すごいね。やっぱすごいね。駅がなんか違うよ。これ。ほら、催し物感があるよ。お。ね。こんにちは。最後だ。最後の切符。はい。ありがとうございます。そのままどうぞ。あ、そうかそうか。そのままだ。うわ。駅の前に何があるの？あ、ジロちゃん、いるんだ。ほら、金太郎のふるさと、足柄山。童謡でおなじみの金太郎、歌にも登場する足柄山は、箱根外輪山や足柄峠、金時山一帯の総称と伝わる金太郎のふるさとです。金太郎が産湯に使ったとされる夕日の滝や、お手玉にして熊たちと遊んだと言われる遊び石など、この辺りには金太郎伝説にまつわるスポットがいっぱい。地元のね、誰かいるかな。タクシーの電車さん、もう一回聞いたしね、下田先輩に聞いたから。駅前のお花屋さんで聞き込み。ごめんください。旅してまして、この駅で今からちょっとどこかおすすめスポットを聞いて今回ってるんですけど。そうですか。童謡さん。童謡さん。というのは西条寺ってね。お寺さんがある。お寺とお土産さんがある。お土産屋さん？ええ。お土産さんもあるけど、バスで行かない。ちょっとここからそうですね。バスで20分くらいかな。20分くらい。ちょっと高いところ。山の上に行くんです。そうです。お母様行かれます？いや、私今一人ね、ちょっと用事があって、ちょっと今はいよく行かれるんですか？行きます。あ、やっぱりこの間一か所行きました。あ、じゃあ地元素晴らしいですよ。素晴らしいです。じゃあちょっと行った方がいいですね。そうですね。珍しいとこです。西条寺です。西条寺。西条寺。道場さんとも言います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ごめんなさい。いえいえ。ちょっと一人でね今。いえいえ、ありがとうございます。申し訳ないです。ありがとうございました。バスで西条寺というお寺へ向かいます。すいません。ちょっと今旅の番にしてまして、はい、撮影ってバスの中は可能ですか？はい、ありがとうございます。この2日間、ずっとノラさんが気になっていたのが。金太郎がね。ジョイちゃん、荷物何入ってんの、それ。中に。うん、こんな、ちょっとちっちゃいので。そう、あれ、見たらそう思った。女性より女性っぽいかな。女性より女性っぽい、何、例えば。あれ。うん、何これ。終着、大湯山駅に到着した2人。バスで同僚村へ向かいます。その車内。ジョイちゃん、荷物何入ってんの、それ。中に。うん、こんなちょっとちっちゃいので。そう、あれ見たらそう思った。女性より女性っぽいかな。女性より女性っぽい、何、例えば。あれ。うん、何これ。長っ。iPhone 充電。こんな長いの持つ人いる？すごい便利ですよ。これ持ってるとは。あとは。りょうちゃん、カバンチェックだよ。そうですね。これも。iPad。あ、iPad テレビ見るんです。サッカー、昨日特別サッカーの試合があったからそれ見たんですよ。すごいね。こんなの。まあこれアフターシェーブ、やっぱり。アフターシェーブはね、おひげね。いやこれ別に毎日持ち歩かなくてもいいでしょこれ。あとよかったら。ハンドクリームちょっと。うわー、すごいわ。もう女子力高いわ、ジムちゃん。香りがいいですよ。あ、グッドスメール。そう、これいいね。やっぱりさすがね。そうですね。イタリア男はさすがだわ。身だしなみが。あとホリブラの給料の支払い。給料明細。ちょっと見たいけど給料明細。あ、結構いい。あとまあいろいろ。給料明細持ちながら旅するかね。いや今確定申告ですよ。あ、そうか。あ、何これ。これはなんか座布団。なんか乗ってたんじゃないこれ。乗ってた。多分探せばあるんですけど。何でも出てない。何が乗ってたのかしら。あとはやっぱり旅する時に音楽よく聴くから、なんていうの、その今 Bluetooth 重いですよ。やっぱり山登るんですね。ちょっとね、上に行きますよ。ここすごいね。だいぶ行くねこれ。上にバスはどんどん山の奥へ。うわー、すごい。着いた。なんかすごい。わー、ありがとうございます。あー、すごいひんやりしてるね。そうですね。すごい。うわ、橋。次郎ちゃんと橋。次郎ちゃんと橋。最高。ありがとう。次郎ちゃんと橋だよ。よし。でも綺麗、この階段綺麗。いいね。最高だねこれ。うわー、すごい。うわー、美しい。なんか絵画みたい。どこを撮っても。そう。切り取っても。見てこの橋、すごいね。うわー、雰囲気ある。神様から呼ばれてる。ジロちゃん、ちょっとそこに。ジロちゃん、そこ。すみません。これ。うわー。ノラさん、写真が止まりません。用と和がガーンって。まあ撮影許可降りなくてもね。そうですね。来た回あったっていう感じの。いやいや、まだ名所登録の目標達成できてないですよ。かなり大きなお寺ですけど、撮影交渉大丈夫でしょうか？おっ呪いな。そんなとこにないで早く来いよ。なんかさっきの花屋のおばちゃんに聞いたじゃないですか。花屋のおばちゃんが市に市役所に電話して「今から行くから行ってあげて」って言って、その市役所の人もいらっしゃってますね。そう一緒に行けないことを申し訳なく思い、付き合いのある商工課の方に連絡してくださったようです。中澤さん、南足柄市役所の中澤と申します。中澤さんです。中澤さん、はい、すごい先ほどのお花のねおばちゃんから電話が来て、すぐに行ってあげてっていうことで飛んでまいりました。いいキャラしてる。とんでもない。こちらになります。すごい広いよね。そうですね。どういう多分敷地だけだと東京ドーム27個分。東京ドーム27個。マジですか。今から大体610年ぐらい前、室町時代にできたお寺で、実は京都の金閣寺とほぼ同じ年にできた。同じ。東京。今から600年ほど前、龍安恵明という和尚さんによって創建されたと伝わる西浄寺。全国に4000ほどの門流を持つ霊源新たかなお寺です。これが本堂です。本堂ですね。ぜひ上がってお参りを。失礼します。シャー。すごい。天外って言うんですけれども、多分僕が知ってる中で日本一大きいところ。日本一大きい。じゃないかと言われて。確かに私も今まで見た中で一番大きい。天外。三人並んでお参り。実はこのお寺はもっとでっかいものがあるんですよ。何？世界一のものがあるんです。この後ご案内します。うまい。持ってき方がうまい。慣れてる。交互期待。CM またきますよここね。じゃあこちらだけです。ああ面白い。このお寺の天狗のお寺とも言われるんですけど。そうだそうだ、天狗のお寺。道陵っていうお坊様が和尚さんが亡くなっちゃった後に、もう私はこのお寺でやることは全部しましたと、なんでこれから天狗に化けてこのお寺を守っていくと言って、天狗に化けてボーンと山の中にお隠れになっちゃったという。で天狗が守り神になっていく。あ、そういうことなんだって。道陵というのはこの寺の開山の際に500人力の活躍をしたと伝わる弟子の僧。実在の人物だそうで、和尚亡き後天狗に姿を変え山を見守り続けていると言われています。そんな道陵にちなみ、道陵さんと呼ばれる西浄寺、人々に親しまれています。わ、すごい見えちゃった。今ちょっと見えちゃった。ちょっと出た。ほら、すげえ。下駄がすごい、下駄がいっぱい並んでる。これは何の意味ですか。はい、下駄というのはさっきの天狗様が入っているのが下駄なんですね。はい。なんで天狗様の信者の方がこうやってお納めになるという。へえ。で先ほど言った世界一というのが実はこちらです。わあ、でっかい。でっかい。すっごい。この下駄がだいたい4トン。4トンあります。4トンの下駄って。で、下駄って実は2つで1つじゃないですか。なんで縁結びとか、ご結婚されてる方はラブラブ、さらにラブラブ夫婦ということです。下駄になります。下駄なんですね。中をくぐるとその縁結びになるとか。そう。なんか一緒にくぐろう、じわちゃん。行きましょう。幸せが。どこから行けば左側。真ん中から行って。今後のさらなる幸せを願って。さらなる幸せ。でここに一番左まで行ってください。左？あ、そこじゃないです。そっちです。はい。こう行って、でそこ真ん中入って、出て真ん中出てきてください。お。で、右。気をつけてください。もういいです。もういいですよね。何周もしようとすると。わお。オッケー。幸せになるね。はい。じゃあお二人にぜひこのお寺の中でも最大のパワースポットをご案内したいと思います。はい。はい。行きましょう。引きつけられるぜ。なんだよ。市役所の中澤さんと一緒に同陵村を参拝する2人。じゃあお二人に、ぜひこのお寺の中でも最大のパワースポットをご案内したいと思います。はい、はい、参りましょう。引きつけられるぜ。なんだよ。すごいね。パワーだらけですね。パワーだらけですね。本当だね。中澤さんに導かれ、さらに奥へ。すごい。お寺でも一番古い方の樹齢500年か600年ぐらい、このお寺ができた頃の。これから春になって木が水を吸い上げると、その上がっていく音が聞こえるそうです。あれだけ上までほら水をあげなきゃいけないんで、それだけその生命のパワーがあるということで、この木とハグをするとこの木からパワーを。ここがパワースポット。ちょうどそれも古い木が3本あるんで、この辺りにすごいパワーが。うわー、すごい。三兄弟。三兄弟。パワースポット三兄弟。こんな感じの木だとパワー感じるんですね。そうですよね。10個目は同僚さんでパワーチャージ。無事目標達成。どうもありがとうございました。またお待ちしております。何が幸せになってますね。本当ですね。満タン。満タンです。はい、そうです。やりすぎたら爆発するから。大人気ですね。どこに行ってもおばちゃんとみんな子供ちでもそれ嬉しいことですね。それ嬉しいことですね。やっぱりね、みんなのおかげさまでそうですね。本当に皆さんのおかげでこの旅ができたと言っても過言ではないですもんね。そうですね。本当にノープランで楽しいです。そう。やっぱりみんなプラン作るじゃん。まあもちろんみんな忙しいと思うけど。そうね。ちょっと余裕あればノープランで何があるかわからない。いい出会いがあるかもしれない。いい出会いあるかもしれない。出会いの数だけ名所あり、たくさんの触れ合いに助けられた人情あふれるローカル線の旅。お世話になった皆様、本当にありがとうございました。